皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は皆さんもすでに主要メディアの報道で知っていると思いますが、航空機燃料が不足して飛行機が計画通り飛ばなくなっており、大変な問題になっている件を取り上げていきたいと思います。この問題は航空機業界の立場だけで見ても大問題であることは当たり前なのですが、それだけではなく今後私たちの生活に大きな影響を及ぼしてきます。この問題は日本人全員が直面するリスクの縮図と言えるかもしれません。それは航空機燃料が不足しているという原因を探れば見えてくることになりますが、ある時から世界はグローバル化が一気に進み、地球の裏側で起きていることが次の日には遠く離れた日本にも影響が出るという、かつてないほど脆くデリケートな世界に私たちは生きていることを自覚しなければ大変なことになります。今回の航空機燃料の不足という現象から、私たちが置かれている非常にリスキーな状況を理解することができると思います。ぜひこの動画を最後までご視聴いただき、皆さんにとっての大難を小難に収めるための考察にお役立ていただければと思います。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今ネット上で確認できる情報によりますと、6月27日に成田国際空港会社は会見を開き、中国などアジアの航空会社6社で燃料が確保できず、増便や新規就航ができない飛行機が1週間に57便に上っていることを明らかにしました。またアジア地域の航空会社の一部では、成田空港で燃料が確保できないため販売する座席の数を減らし、往復分の燃料を積んで運航している便もあるということです。旅客機の燃料不足をめぐっては、先週、国が航空会社、石油元売り会社などと官民合同のタスクフォースを立ち上げましたが、北海道の帯広空港や広島空港など地方空港を中心に深刻な問題となっています。航空機の燃料が不足し、地方空港を中心に国際線の増便や新規就航に支障が出ている問題で、成田空港でも週あたり60便近い航空機に影響が出ていることが明らかになりました。こんなことは平常時においてはかつてなかったことではないでしょうか。戦時中でもあるまいし、なんて思ったのですが、考えてみれば今第三次世界大戦が始まっていると考えると、供給不足ということも考えられるかもしれません。しかし今回の件について言えば、中東戦争やウクライナとロシアの戦争が原因ではないようです。その原因とはある意味戦争による供給不足よりも深刻かもしれません。というのは、原因となっているのは需要低迷に端を発しているからです。需要低迷というのは、環境問題から始まる省エネブームによって石油の需要が地球規模で低下してきているということです。それならと石油輸出国機構 OPEC では生産縮小をして値段を上げようと試みていますが、そのやり方はもはや通用しなくなっているというのです。需要に対して1バレルあたりの価格を上げるには生産量を減らせばいいということは今までずっとやってきたことなのですが、それが通用しないのは、それ以上に不景気が大きな影響を及ぼしているということが分かってきました。さらにこの問題が日本に住む私たちにとって深刻なのは、2024年問題と言われる働き方改革も影響しているというのです。この問題については過去に動画を何本か作っているので見てほしいのですが、ほとんどの日本人が自分には関係ないと思っているとしたらとんでもない間違いです。それが今航空機燃料の不足という目に見える形になって現れてきました。働き方改革とは何かというと、簡単に言えば働きたくても働けない制度になったと言ってよいと思います。また今回の問題で言えば、働いて燃料を運ばなければならないのにこれ以上働いてはいけないし、人手不足だから残りは明日にやろうということが、航空機燃料を作っている製油所から荷物を運ぶ運送業、そして空港までの物流に関わる全ての業界で起きます。結果として燃料が足りなくて飛行機が飛べない、正確に言うと海外からの飛行機が帰りの燃料が手配できないから日本に向かって飛ぶことができないという現象になって現れてくるというわけです。このように働き方改革がどれだけ日本人の生活に悪影響を及ぼすかということについて考えるときに、今回の件は非常にわかりやすいと思います。考えてみればわかりますが、この件に関係する原因はかなり深刻な問題に発展します。というのは、働き方改革で運送業界に大ダメージだと関係者は騒いでいても、観光業、例えばお土産物店やホテルの従業員は他人事で聞いていると思います。ところが今回あれほど期待していたインバウンドとしての外国人旅行者が飛行機便が足りなくて来れないのですから、
売上減少という非常に分かりやすい形で悪影響が起きてくると思います。さらに言えば航空機便が足りないということは、航空チケット代が高騰していることが考えられます。そのことで日本への旅行を断念する人も間違いなく出ます。報道記事によりますと、広島空港では5月に海外の航空会社から日本国内で燃料を調達できなかったとして、将来の増便計画が難しくなるケースが確認されたとしています。帯広空港でも7月から8月に大韓航空などがチャーター便を運航する予定でしたが、日本で燃料を調達できず計画が白紙になったということが報道されています。本当に厄介な問題です。先ほど言ったように、石油の需要低迷によって日本全国の製油所の統廃合が進んでいることによって、さらに供給不足とか遅延が起きています。というのは、石油元売りは製油所の集約を加速させていて、ピーク時の1983年には49箇所あったものが現在は20箇所に半減してしまっています。さらに6月末には19箇所に減る見込みだというのです。製油所が減ると空港までの輸送距離は長くなりますが、海運も陸運も人手不足で機動的な対応が難しくなっているというわけです。石油の需要低迷というのは不景気の問題も原因としてあるのですが、環境問題の影響もかなりあります。世界的に起きている異常気象の原因が二酸化炭素やメタンガスであるという科学的根拠の怪しい理屈によって、世界規模の詐欺が働いていることは前の動画でも話しましたが、本当にとんでもない詐欺が行われているのです。それはありえないことですが、世界中の人々の収入から搾取するビジネスモデルになっています。その動画では搾取構造を説明していますので、ぜひご覧になってください。その搾取ビジネスによってどれだけの人の命が奪われたでしょうか。そんな統計など存在しないでしょうが、あらゆる業界に仕組まれている多くのデタラメな政策や陰謀によって多くの犠牲になっている人が出ていると思います。そうは言っても地球は温暖化しているではないかという声が聞こえてきそうですが、それは地球のバイオリズムとして起きていることも分かっています。二酸化炭素などがその一因であるということも事実かもしれませんが、そんなことは微々たるものだという専門家もいます。そんなことよりも核実験を通算2000回以上やらかしているし、今もやっていることを止めるべきだと思います。2000回以上も核実験を行えば、大気中や地下水、海水にどれだけの放射線をまき散らかすことになっているのかを考える方が先ではないかと思います。少し話がそれましたが、今回の航空機燃料が不足しているという問題の原因はかなり危機的なものだと思いますし、その弊害は私たちの生活にダイレクトに影響してくると思った方が良いと思います。今は航空機業界への問題が表面化したということなんですけども、その影響というのは様々な業界、例えば食品を製造するとか、その原料の調達といった部分にも影響する話になってきます。いずれにしましても、私たちを取り巻くあらゆるものやサービスの価格上昇はますます加速することになると思います。去年から今現在までだけを見ても明らかに物価高は起きていますが、さらにということになりますし、そのことによって買いたくても買えないという意味での食料危機も起きてきます。その先は物自体が手に入りにくくなるという今回の航空機燃料のような現象が起きてくるでしょう。主要メディアの情報を見ていると、日本やアメリカの株式市場は絶好調で、アメリカ経済の底力を誇張し、日本国内においては賃金上昇の実現や大企業の過去最高益の報道がなされていますが、その実態は経済指標の捏造が行われていることも明るみに出てきていますし、賃金上昇などはほんの一部の大企業だけの話であり、一方で非正規労働者は増加の一途をたどっています。つまり日本国民の底辺を占める人たちの層がどんどん厚みを帯びてきており、生活困窮者が増えてきている現状があります。そのことによって何が起きていくのかということを考えていく必要があるのではないでしょうか。本当にややこしいことを考えなければならない時代になってきました。いかがだったでしょうか。今回は航空機燃料が不足していて、外国からの飛行機の帰りの燃料の手配ができないことから航空便の予定が立たないということを取り上げ、その原因となっている背景になっていることの情報をシェアしてきました。ますます誰の目にも今までとは違ったことが起きていることを確認できるようになってきましたが、ぼーっとテレビのバラエティ番組を見ているだけでは、まるで気がついたら中洲に取り残され洪水に飲まれてしまったなんてことになると思います。先日の動画でも触れましたが、今年2024年11月にはアメリカ大統領選挙が行われます。いつもの大統領選挙とは全く違う事情になっていることをお伝えしました。いつもの大統領選挙だった
で終わればそれに越したことはないのですが、そんな淡い期待は持てない状況になっています。すでに日本国内では米の不足が顕著になってきており、私の生活圏では米の購入制限が発動されています。一家族で一袋までという張り紙があります。さらに今年作付けされた米の収穫も異常気象によって予定通りにはいかないことが濃厚になってきました。缶詰の価格高騰もすごいことになっています。2年前に175円で買えた味付けマグロフレークが今は300円超えです。大切なのは 200% 近い値上げがすでに始まっていることをどれだけ異常と理解するかではないでしょうか。この流れは誰にも止めることはできませんし、今後沈静化して5年前の状態に戻ることもありません。むしろもっとひどいことになっていきます。それは世界中を共産主義や全体主義によって支配するということを目的に長い年月をかけて誘導してきたろくでもない輩たちがいるからです。そのことについては信じる信じないということで意見が分かれるかもしれませんが、そんなことよりも明らかに世界規模でとんでもないことが間もなく起きると思いますので、本腰入れて備えてください。この動画が皆さんのお役に立つことを祈っております。ぜひ共に難局を乗り越えていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。またコメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。